クルトゥラルイデポルティーバレオネサは、スペインカスティーリアイレオン州レオン県・レオンを本拠地とするサッカークラブ。1923年創設。ホームタウンは、スペインカスティーリアイレオン州、レオン。ホームスタジアムは、13,500人収容のエスタディオレーノデ・レオン。2014から15シーズンには、クラブ創設90周年を記念したタキシードユニフォームを発表。 2015年末には、もう一度タキシードユニフォームを発表。今度はボタンを再現し、半袖が長袖になるなど、本格的なユニフォームへと変化している。2015年に、カタールのアスパイア・アカデミーによって買収された。2016から17シーズンは、セグンダ・ディビジオン B のチャンピオンシップ決勝で、ロルカ FC に勝利し、セグンダ・ディビジオン B で優勝した。それにより、 1973から74シーズン以来43シーズンぶりのセグンダリビシオンへの昇格を達成した。2001年に会場したスタジアムであり、収容人数は13,346人。2017年5月28日に行われた FC バルセロナビートの試合では13,451人が入場し、スタジアムの最高記録となっている。 ありがとうございます。